こんにちは、サテロです。ということで今日はですね、日比谷公園というところに来てるんですけれども、去年ね、ゆいさんと2人で赤レンガ倉庫のクリスマスマーケットに行ったと思うんですけど、今日はちょっと訳あって1人なんです。はい、まあ、どうしてかと言いますと、ゆいさんちょっとね、沖縄県のね、宮古島の友達のところに遊びに行っておりまして、ちょっとサトヒロまた家に1人なんですよね。去年はね、2人で行ったんですけれども、今年は1人でクリスマスマーケット楽しんでいこうと思います。ということで早速行ってみましょう。でなんかね、日比谷っていう場所がまあ場所なんだけど、結構オフィス街なんですよ、日比谷って。サラリーマンの人とかがすごい、めっちゃにぎわってんな。で装飾とかが結構綺麗なんで、めちゃくちゃ明るくて僕的には助かってます。綺麗だね。でクリスマスマーケットっていうのはツリーとかじゃなくて、このね、見えてると思うんですけど、この木のタワーとかこういうのが結構ね定番になってるらしい。赤レンガにはねツリーがあったんですけど、まあ、もちろんツリーもあるんだ、いろいろあるんですけど、こういう木のタワーとかっていうのが結構ねクリスマスマーケットの見どころになってるらしい。すごいね、綺麗だね。映像が滑らかですね。でまあ、せっかく来たからにはいろいろご飯とかも食べたいし、ホットワインっていうのがそのクリスマスマーケットではね結構有名で、福岡に行った時にソーフィーとソピカナとね3人で博多駅前のクリスマスマーケットに行ったんですけど、そこでもねホットワインっていうのが売ってて、なのでちょっといろいろと食材を買いに行きたいと思います。リンゴのグリューワインと、あとガーリックシュリンプ。はい、リンゴのグリューワインとガーリックシュリンプ。高くね。こんな感じで暗いテントの中で一人でエビをたくさん食べました。エビ美味しかったです。でもエビ多い。はい、ということで2品目、牛タン串とホットワインを買ってまいりました。お値段はこちら。高いよね。ということでワインはですね、マグカップ付き別途500円なんですけど、正直いらない。カップルが隣にいる中、噴水の前で牛タンを噛みつつホットワインを飲み干し、そして僕は携帯で YouTube を鑑賞するという家でもできるようなことを一人でやってのけました。とっても楽しかったです。はい、ということで、ワインも2杯飲ん で牛タンとエビを食べて、もうお腹もいっぱいなのでね、そろそろお家に帰りたいと思います。なんかホットワインって結構ジュースみたいな感じなんですけど、来るわ、結構後から来るから、もうって感じっすよ。もうね、なんかその会社の仲間と来てる人か、あとカップルしかいないです。はい、そういう人しかいないです。今日はちょっと一人で来たんですけど、肩身狭く噴水のところで牛タン串を食べながら YouTube を見るというとても楽しい時間を過ごさせていただきました。なんか25日までやってて、昼からやってる時もあるらしいので、詳しくはサイトとかチェックして、ぜひ皆さんも来てみてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。